くんじゃねえぞ。おい、嘘だろ、おい。強盗？なんでおい、強盗って。おい、お前、強盗だろうと俺、笑わすゲーム続けるからな。何言ってんだ、お前。おい、はい、何ベラベラ喋ってんだ、これ。おろすな、あげろ。はい、すいません。お前もあげろ。ああじゃねえよ、お前。ああじゃねえよ、あげろ、お前。聞こえてねえのか、これ。あげろ。早くしろ、お前。早くあげろっつってんだろうが。いや、ちゃんとあげろよ。なんだこれ。はい、すいませんでした。見たことねえぞ、ちゃんとあげとけば。はい、すいませんでした。お前何やってんだ、お前。怖かったって何なんだこれ、お前。噴水だよ、バカ。お前違う、そんなこと言ってんじゃねえよ。ゲームやめろっつってんだ、お前。やれよ、お前。銃で殺されるよ、お前。もういいよ、殺されても。やだよ、お前。なんでいいんだ、お前。もういいだろ。やだよ、ベラベラ喋んな、これ。おい、だから下ろすなっつってんだろ。あげろ。あ、すいません。お前もあげろ。はい、やれやれ。あげろ。はい、早くあげろっつってんだろ。おい、肩をあげるな。まあ、舐めてんだろ、俺のこと。すいません、間違ってた。すいません、はい。分かるだろ。はい。急いで詰めろ。はい、明日から2泊3日の合宿か。服を詰めるな。はい。いや、衝撃だよ、これ、おい。すいません。スウェットいらねえんだよ、お前。はい、金に決まってんだろ、すいません。これ。はい、失礼しまーす。お願いします。腰やっちゃうんだよ。やるなよ。オッケー。ちょっと、はい、膝乗せるよ。はい、膝乗せて、オッケー。はい、ドア開けて。はい、すいません、開けます。はい、すいません、お待ちします。失礼しまーす。プラズマテレビをお持ちします。すいません。はい、はい、縦抜きまーす。はい、先抜いちゃった。オッケー、ドア入った。オッケー。すいません、これ、はい、やっちゃうぞ。ちょっと下ろしてもらっていいですか。はい、こちらよろしいですか。すいません、これちっちゃくないですか、ちょっと。はい、はい、失礼します。はい、お待たせしました。プラズマテレビです。はい。いや、すいません。これプラズマテレビじゃないですよね。いや、大きさがほら、プラズマって横に広くないとおかしいのに、これ縦に長いし。まあ確かに、キチキチに入ってますんで。キチキチに。わあ、最悪だ。大事にしてた斧、湖に落としちまったよ。最悪、どうしような。誰だ。私は湖の神。湖の神。私は湖の神、研修中。研修中ですか。はい。え、研修中。あ、この神は今日からこの湖を担当する神でして。あ、そうなんですか。お願いします。うん、はい、僕実はここでちょっと今作業してて、じゃあ私がですね、今日引き継ぎの作業をしますので、それだけちょっとご了承いただけますか。はい、あ、じゃあ昨日まであなたがここの湖を。あ、私がやってて、はい、ちょっと今日引き継ぎで。引き継ぎで一日中。はい、運がいい。あ、そうですか。すみません、そんなことより、はい、僕ここに大事な斧を落としたんですよ。あ、ですよね。はい、はい、今から全てこの神がやりますので。お願いします。いけるな。よろしくお願いします。あ、お願いします。はい、練習した通りやればいい。はい、いきます。はい、よし、はい、いけ。あなた、この湖に斧を落とされましたね。はい、いよいよ。あなたが金をつかみ、銀の…違う違う、なんだそれ、何だ、なんだそれ。嘘だろ。お前がランプをこすったから、ランプから魔人が出てきたぞ。うわ、お泳ぎでしょうか。小杉浜、滑舌が悪い。お泳ぎかな、はい、お泳ぎでしょうか。あ、すいません、ちょっと聞き取りにくいんですけど。ぜひ素晴らしいよ。ぜひ私は、はい、私の夢ぶしぶしぶしに全然わかんない。もうちょっとゆっくり説明してもらっていいですか。ハンをランプを、はい、はげたでしょ。投げたでしょ。僕投げました。はい、よ、はい、その時に中は偉くなってから、中は偉いことになった。あ、ランプの中にいらっしゃったんですか。いたよ。あ、そうなんですか。びっくりした。もうはげたよ。はい、はねた。はい、中も偉くなったから、中偉いことになっちゃった。はい、もうす砲撃で、衝撃で、はい、歯が生きちゃ、やっちゃった。さあ、今日は、宮地さんが引っ越しされたということで、いろいろね、お祝いをしてあげたいと思います。お母さん、行きましょうか。行きましょう。どうも、宮地さん、お引っ越しおめでとうございます。ちょっとお祝いで来ましたよ。お祝いで。一応自己紹介の方だけお願いいたします。あ、私ですか。はい、私、森のミュージシャン、枯春樹凛です。ありがとうございます。はい、今日じゃあ早速お願いしたいんですけども。はい、お願いします。オッケー。ちょっとどこ行くんですか。ちょっと枯春樹さん、ちょっとどこ行くんですか。枯春樹さん、どうしました。来たの。どうしました。どうしたんですか。ちょっとごめん。
ちょっと。どこ？姉ちゃんどこ？何？誰に聞いてんすか？姉ちゃんどこ？誰と？誰と話して？な？何言ってんすか？ちょ何言ってんすか？頭打ちましたね今。自然！触れ合い！自然触れ合い？一番！ちょっとここではですね、はい、14年目ですか、はい、14年目ですよ、もう付き合いで言うともうだから16年から、うん、そうね、16年の16年、ね、そうで、うん、その辺のちょっと二部後の歴史をちょっと紐解いてもらおうかな、うん、あ、おお、うん、まあせっかくね、この温泉を浸かりながらの、はい、そうですね、いいですね。